詐欺の森城は愛媛県西条市三部川にかつて存在した日本の城である。詐欺森城、詐欺の森城とも書く。大曲川の川口近くの標高3メートルほどの低湿地帯に作られた平城で、北側は海に接し、東、西、南側にも堀を巡らしていた。現在は詐欺森神社境内となり、堀と土塁が残る。室町時代の大英年間に、 伊予国の守護、河野市の河野道のが、東予地方の馬軍、新湯軍の国人が、佐野貴国の細川氏と奇脈を通じて攻め入るのを防ぐため、温泉軍から呼び寄せた、桑原通峡に築城させた。桑原氏には、三川氏と名を改めさせた。これ以降、三川氏は、須府軍の剣山城主、黒川氏や、新居軍の金子城主、金子氏と争うことになった。 三部川通国が上司を務めていた1573年、阿波国の大名、三好氏の伊予信仰に際して、有追記の河野通直が入場し、これまで敵対してきた剣山上司、黒川氏とも連合して、三好勢のいる新居軍氷見村を攻め、三好勢を敗走させた。しかし1575年、再び敵対した黒川氏の黒川通り白と、金子上司、 金子元拓の軍の攻撃を受け、三部川通国は戦死、後を継いだ三部川、大国は金子氏の参加に入った。1585年、豊臣秀吉の四国平定に際し、詐欺の森城は小早川高影軍の攻撃を受けて落城した。ありがとうございます。